スギ花粉の花粉飛散ピークを迎え、今後はだんだんとヒノキ花粉も飛ぶようになってきます。花粉症の方には辛い時期が続き、毎日の対策が欠かせません。そこで東洋医学に基づいた花粉症対策につながるツボを3つ紹介します。まずは花粉を体内に入りにくくするツボ、上巻です。花粉が毛穴など皮膚表面から入ってくると、アレルギー反応によって皮膚が痒くなったり赤くなったりすることがあるので、上巻を押して毛穴を閉じることで花粉を入りにくくします。場所はこめかみの少し下、特にストレスを抱えている人はこの守りが弱くなっていることが多いので、念入りに押してください。続いて花粉の排出を促すツボ、中鎖です。体内で解毒作用を担っているのが肝臓です。肝臓の働きを強化するツボである中鎖を押せば、花粉症の症状を軽減してくれます。中鎖は手の甲の小指と薬指の間の少しくぼんだ場所にあります。なお、睡眠不足なども肝臓を弱らせてしまうので、寝不足は避けましょう。最後はアレルギー反応を和らげるツボ、通理です。そもそも花粉症は体の免疫力が花粉に過剰に反応しすぎている状態です。エネルギーが熱になって目や鼻などの粘膜を刺激し、炎症を起こすとされます。通理は血管を広げ、熱の通りを良くしてくれるツボです。そのため熱中症対策などにも使われることもあります。手首の内側の一番太いシワを小指側へなぞった時に触れるくぼみから、肘に向かって親指1本分下がったところにあります。どのツボも痛すぎないくらいの圧でギューッと10秒押し、 2,3 秒置いた後にまた10秒押してみましょう。これを3から5回くらいで1セットにして、1日1から3セットやってみてください。今回紹介したツボはいずれも押しやすいところにあります。日常生活の中でちょっとずつ取り入れてみてはどうでしょうか。また最新の花粉情報はアプリウェザーニュースの花粉チャンネルをご確認ください。